皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校1年生の国語、どうやって身を守るのかな？ 5 時間目、6時間目の内容です。今日の学習は、スカンクについてです。スカンクはどうやって身を守るのでしょう。教科書75ページから教科書76ページのお話を声に出して読みましょう。動画を一度止めましょう。絵が2枚あります。どちらがスカンクですか？これはスカンクです。スカンクはどんな体をしていますか？教科書に鉛筆で線を引きましょう。スカンクのお尻からは臭い汁が出ます。スカンクの絵が2枚あります。身を守るときのスカンクはどちらでしょう？指で刺してみましょう。2ですね。選べましたか？どうしてその絵を選んだのか、訳を言いましょう。どのようにして身を守るのでしょう？身の守り方がわかるところは、どこですか？教科書に赤で線を引きましょう。スカンクは汁を飛ばして身を守ります。スカンクは敵が来たらどうするのでしょう？教科書の中でわかるところに青で線を引きましょう。敵が来たら逆立ちをして脅かします。敵が逃げないときはどうしますか？教科書の中でわかるところに青で線を引きましょう。敵が逃げないと逆立ちをやめて臭い汁を飛ばします。今日のまとめです。教科書75ページから76ページを声に出して読みましょう。どんな体をしていましたか？動画を一度止めましょう。どのようにして身を守りましたか？動画を一度止めましょう。敵が来たら
どうしましたか？動画を一度止めましょう。敵が逃げないとどうしましたか？動画を一度止めましょう。単元のまとめです。教科書70ページから76ページの中で一番気になる動物を選びましょう。どの動物を選びましたか？選んだ訳を言いましょう。気に入ったところはどこかな？その動物になって身の守り方を真似してみましょう。どうやって身を守るのかな？